はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビージです。では今回はギレンデ・ヴァゴセガサタン版ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ベルファスト基地にですね、ドームの機動部隊とズゴックで強襲をかけて陥落せしめることができました。今回その続きになります。まず最初に、このベルファスト基地周辺に残っている敵残存部隊、これの殲滅を行っていきます。でもう一つがですね、この後連邦軍が星1号作戦、つまりアーバオアクーの攻防戦を仕掛けてくるので、アーバオアクーに戦力を、振り向けていこうというところで、今回ねプレイの方をやっていきたいと思っています。ではまず人事面から確認していきましょう。人事ですが、トワニングは能力的にはね、取るに足らない、使い道がないキャラクターになってますので、このまま候補待機。同じくそういう意味ではシムスもですね、使い道があまりないユニットキャラクターなので、このまま候補待機にしたいと思います。で、宇宙での戦いを視野に入れて、ランバラル対黒い三連星、あるいはノリス対、この3つのうち1つどれかをですね、宇宙に転戦させたいと思っているんですけども、今回は黒い三連星、これを宇宙に戻したいと思いますので、操作としては一度解任を行って、次のターンで、宇宙に配属と、転属という形を取りたいと思います。あとはドアンがどっかにいるんですけど、ククルスドアンを間違ってガウに乗せてしまっているので、これも一度解任しておきます。こんなところですかね。ではまず宇宙からですけども、ちょっとでもですね、バオアクーの攻防戦が有利になるようにということで、バオアクーの方に一部の部隊を転進させていきたいと思います。これはもう、バオアクーの攻防戦を長期戦に持ち込んでですね、なんとか、援軍が到着するのを待つというね、そういう作戦になりますね。バオアクーの攻防戦を戦い抜くには、どうしても部隊数が心もとない、足りないぞというところですからね。シャリアブルもですね、この後バオアクーの方へと移動してもらいます。さらにザク2、宇宙ではもうあまり使っていないので、これも廃棄して、資源に変えていきましょう。忘れないうちにアーバーワークーの攻防戦で、使うためのユニットアーバーワークーで生産します。一ターンでどうしても完成させる必要があるので、ガトルしかないか。ガトルをドック数8全部使っていきましょう。生産はどの重要拠点でも8並列8つのドックを作って生産することができるので、次のターンで、ガトルが8ユニットをアーバーワークに展開されるという構造になります。思ったより星1号作戦、つまりアーバーワークに攻撃を仕掛けてくるタイミングが早かったというのが誤算ですね。次のターンでアーバーワークの攻防戦始まるよっていうね、アナウンスが入っちゃうので、ここはもうなりふり構わず急いで部隊をね、移動させていきたいと思います。ベルファーストの方なんですけども、舞台はですね、カリフォルニア、ニューヨーク、あとハワイあたりにですね、少しずつ移動させておきましょう。北米の方ですけど、敵が進行してきてますね。ジョニー・ライデンが壁となってくれてるんですけど、あの壁が突破されるとまずいので、ジョニー・ライデンの補給はしっかり行っておきたいと思います。今、ゲルググはですね、初期生産型、これは1機編成の、エース向きのものになりますけども、これが生産できる状態になっています。で、開発途中のものとしてはゲルググの量産型、これ3機編成のものですね。その後にジョニー・ライデン専用のゲルググという生産のステップになりますので、今のところね、ジョニー・ライデンはこのまま専用ザクで頑張ってもらいたいと思います。大規模な軍事行動を開始するようです。またデギン国王が和平交渉を行うべく、グレートデギンで連邦艦隊に向かったようです。これからバウアクーの攻防戦になります。グレートデギンの識別信号が連邦艦隊と接触しました。父上、余計なことをしてくれる。しかし和平交渉など関係ない。我が軍が徹底抗戦の意思を貫くことを連邦に伝えよう。
上はジオンがすでに自分のものではないことが分かってらっしゃらないらしい。このオーターンでいきなりアーバオアクの周辺にですね、敵の部隊がどうかと湧いて出てくるんですけど、どうやって湧いて出てきたんだっていう感じなんですよね。衛星軌道上は完全に抑えていますし、まあもっと言うと、ソロモンからアーバワクへの進行ルートもすべて抑えてあるので、いや本当どっからね湧いて出たんだいきなりという感じなんですよね。まさかこのタイミングで現れるとはというね。でシャアも一度解任しておきます。でガイアなんかを、まあ本来だったらね、モビルスーツに乗ってもらいたいところなんですけども、ガトルに乗ってもらうしかない。ちょっとここは3連星がガトルに乗るという贅沢な戦い方になりますけど、もう次のターンというかもうこのターンですね。このターンで連邦軍が入ってきちゃうので、アーバーワクに。まあガトルしか今使えるユニットがアーバーワクにはないので、ガトル配備しましょう。まあ、ドアンなんかもね、1ターンでスッとこの地球から宇宙に戻ってきてもらうっていう。こんな感じでね、アーバーワクの周りに大部隊が集結してきているという状態なので、まあ、一刻を争うという事態になってますね。まあ、急いで、各部隊戻ってもらいます。で、長期戦に持ち込んで、なんとかね、援軍を待つと。まあ、そういう戦い方をね、していければいいかなと思います。まあ、地上ではまだ一部ですね、ザク2の J 型、つまりマゼラトップを持ったザク2なんですけども、これまだ運用しています。マゼラトップ砲を持ったザク2の J 型は攻撃のレンジマスが2マスになるので、まあ、支援用として結構使えるんですよね。なので今回も支援用としてですね、最前線メキシコシティで頑張ってくれているジョニー・ライデンの支援のために出撃させていきましょう。他ももうザク2の J 型は基本的に武装はマゼラトップ砲を持つタイプ C へと変えておきましょうかね。では、アーバーワクの攻防戦です。まあ、ひたすら守りに徹するというね、作戦になろうかと思います。特に前半は。部隊確認しておきます。まあ、ガトルですね。3連星のガトルがいて、あとはゲルググ、特腕のゲルググがいますね。特腕のゲルググをやっぱり、中心に配備するのが得策かな。あえて後ろに配置しておきますか。粘ってもらわなきゃいけないというのがありますのでね。あとは、ブラグロ。これが早く到着してくれればっていうところかな。あとはシャア専用のゲルグ。これ誰も乗ってません。これが今、アーバーワクに展開している味方の全部隊数になります。まずはマゼランとかサラミスとか敵の戦艦、巡洋艦、このあたりを先にできれば沈めて、長期戦に持ち込むっていうのがね、まあ、戦い方になるかと思います。なんとかこらえたな。いや、本当に苦しそうだな。まあ、ちょっとずつ敵をやっぱり、撃破していくしかないのかな。ジムなんかもいたりして、まあ、決して油断ならない状態になってますね。ガトル、マッシュ、特番。ここでなんとかこらえてもらうしかないな。こちらから攻撃を仕掛けるというのは仕留められるっていうタイミングが来るまでは我慢しましょう。残ってる。残ってるぞ。もうとにかく防御に徹してなんとか残ってくれてる。そうなるとどうなんだろう。ブラウブロをここに入れるのは危険だよな。なので、いや、このまま行こうか。マッシュを前衛に入れましょう。隊列変更でマッシュ。で、ドアン、特腕にします。で、こっからちょっと反撃もね、しっかりしていきましょうか。パブリックがここに2か。パブリックから削っていくか。それとも
できるだけ早く敵のね、マゼラン、サラミスを潰すか、せっかくだったらこのレベル将軍のマゼラン潰し落としますか、落とせるのかというのはありますけどね。どうなんでしょうね、調合レベルが高ければ敵の作戦察知がもうちょっと早く済んだのかなとか、ちょっとそのあたりはすごく気になりますけどね。レベル将軍のマゼラン、次のターンでの撃沈かな。追ってってでもレベル将軍は落としたいですね。あとはもうひたすら防御に徹する。こらえてくれ、こらえきれないとちょっとしんどいよな。ここマッシュガトル、ドアンガトル、うわマッシュがやられた、マッシュがやられたか。こっから自利品だな。オルテガ、よし残った。こここらえられるかどうかだな。やられた、ドアンがやられて、戦闘なんとかこらえきったのかな。次のターンで援軍が入れる数はほとんどないと思うので、報告いたします。もしやるとしたらこの次のターンですかね。和平交渉は成立しました。もはやデギン皇王に実権がないとはいえ、このことによって我が国の経済は一時的に麻痺し、国民の戦意は、そうか、あれだな、ソーラーレイをまだ開発終わってなかったんで、デイン皇后を葬り去るということができなかったんだな。資金が全くなくなっている。そうか、とりあえずシャアを配属したい。シャアを激戦の地アバワクーには配備できないんだな。となるといつでも配備できるようにこのままステイさせましょう。さあデギンを無視して継戦します。入りきれない、入りきれないか、入りきれないな。もう1ターンかかりますね、援軍としてアバオワクーに突入するためには。なんとかここも逃げ切りをちょっと図っていきますか。頑張ってシャーゲルも、もうちょっと身動き取れなくなっちゃってるからな。あとブラウブロでなんとかちょっとずつ削っていくぐらいしかちょっと思い当たるね、作戦がないんですけども。ジムカスタムか、強いよな。サラミス、レベル将軍を倒せるんだったら倒したかったな。とはいえここを明け渡してでも一度レベル将軍を攻撃しますか。もろともという感じだな。で、この回復地点を確保する。敵に渡さん。味方のユニットが入ってくれるのは次のターンなので、この大ターンをなんとかしのぎきれば、あるいは活路が見出せるかなというところですね。もうちょっとベルファーストの攻防戦まで戻りたくないので、もしやり直すんだったらガトルを、生産したときに、パイロットをね、3連星だけじゃなくてもっと多く用意しておけばよかったのかなっていうのはちょっとありますね。レベル将軍は撃破しました。レベル将軍撃破したから、撤退してくれればね、いいんですけどね。ここは防御、防御、防御、防御と。防御さえしてくれれば、完全回復するよね、ここにいる限りね。しないかー、しない、しない、しない、全然しない。完全回復など全くしなかった。このガトルは、ちょっとやられるの覚悟で一旦逃げてもらって、代わりにシャーゲルを中に入れましょう。
で、隊列的には、トクワのゲルグ、シャーゲル、ガトル、ガイア。こんな順番にしましょうか。で、あとは削れる敵がいれば削る、削れないのであればしばらく我慢するっていうね、そういう戦い方していきましょう。このマゼランも倒したかったな。ちょっとその余裕が今ないので、ひたすら耐えましょう。で、この拠点で、ブラウブロは回復します。まあ、ただレベル将軍倒しただけでも大きいですからね。レベル将軍はかなり強いユニットなので、レベル将軍がいるいないで、そもそも敵のね、指揮補正も変わってきますし、レベル将軍自体の攻撃もなくなるっていうのは大きいですからね。防御よし。なんとなく防御が効いてきてる気がするので、このままこのターン逃げ切りましょう。シャリアブル強い。シャリアブルがいる限りまだまだ戦えるだ。ちょっとずつ数を削っておきます。いや、やっぱりここにシャーが間に合ってくれればより盤石な体勢で戦えたのかなっていうね、ちょっとそれはありますけどね。ここだな、ここしのげるかだな。だいぶ攻撃食らうからな。大丈夫、防御すれば大丈夫。まあ、ゲルググ間に合ってよかったです本当に。レベル将軍排除したの多分本当に効いてますね。すごく敵が弱くなった感じがします。まあ、レベル将軍は大将で敷地も高く能力も高いので、戦場にいるだけで敵が強くなるわけなんですけど、そのレベル将軍を葬ったことによって一気に戦場の優位性がこちらに傾いてきてますね。これで次のターンで、マクベ、が援軍としてきますので、そこでまた形勢を、ね、逆転できるかなと思います。開戦当初に比べ兵士たちの士気は低下しています。士気を回復するために演説しましょう。金がかかると演説できないですけど、金は回復してる。金回復してればまずは諜報予算投入しとこう。で、特別作戦で演説。2500もかかんのか。まあ、やっておきましょう、一応ね。演説を行われますか？全軍に対し演説を行う。準備を頼む。人類は我ら選ばれた有料主たるジオン国民に管理運営され、初めて未来を見ることができるのである。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、全人類の未来のために我がジオン公国国民は立たねばならんのである。おー、これでデギンが行った無駄なね、和平の影響による士気低下から回復できましたね。では研究開発費、できれば基礎レベル10、モビルアーマーレベル10まで持っていきましょう。ただちょっとお金がないな。では忘れないうちにまずは援軍をアーバーワクーに入れます。もうマクベの援軍が来たことによって、だいぶねこのアーバーワクー守りきれる公算が高くなったかなと思いますね。デラーズもこのターンで入れたね。これで逆転は間違いない。そうなるとあとはルナ2攻略戦を視野に入れたいので、ソロモンのモビルスーツを増強しておきましょう。まあ、リックドムかな。ゲルググ作るお金がちょっとないので、ここはビッグドームを作りましょう。資源が逆にちょっと余ってるね。ではメキシコシティ周辺激戦になってますけども、これなんとかで、打開していきたいので、
ニューヨークからですね、一気にアフリカ、南米に上陸を仕掛ける作戦を考えたいと思います。まず、ユーコン部隊ですね。これも出撃させましょう。一気に上陸する。あとはガウ攻撃空母ですね。これは、ランバラル隊になりますけども、ランバラル隊を出して、しっかりですね、南米、上陸のための足がかりとしていければいいかなと思います。さらにホワイトベース隊も出して、本当に南米を攻略するで、絶好の好機を演出していきましょう。では、デラーズのグアジンから、リックドム隊を出していきます。もう一気に形勢逆転したんで、ここからはね、ここまで、防御に防御、守りに守りを固めてきていましたけども、一気に反撃へと、転じていきたいと思います。もうこのアーバークーも勝ったけていますけど、勝因は、やっぱレベル将軍をブラウブロ、シャリアブルがね、撃破してくれたというのが一番大きいですね。この攻撃。はい、このマゼラン最後の一石ですね。これを倒したのでアーバー枠の攻防戦、勝利になりました。侵入された時はちょっとどうなるかなと思って心配しましたが、なんとか乗り切りましたね。よかったです。では戦力をアーバー枠からソロモンに戻してですね、地球上では北米大陸の防衛ですね、ここをしっかりやっていこうと思います。今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。